3月19日マイコスノーリゾートの様子です、天気予報の通りですね、朝から快晴ということで気温もぐんぐん上がってきましたね、今ちょうど12時ぐらいなんですけども、ちょっと上着て滑ってると暑いくらいですね、もうパーカーですとかフリース着て滑るのがちょうどいいっていう感じです。かといってですね、雪がこう溶けてぐさぐさになってるかっていうとそうではなくてですね、まあ、確かに表面上の雪はですね、だいぶこう緩んではきたんですけれども、下地がしっかりしてますので、こうズブズブと板が埋まることなくですね、滑走性よく楽しめています、はい。こうコース上ですね、今ちょっとお昼時でですね、お客さん少ないんですけども、こんな感じなんですけども、まあ、午前中結構混んでましたね。リフトもですね多少並ぶ程度で、はい、今日も平日ですけど賑わっていました。こんな感じでじゃあコースの様子なんですけども、はい、はい、ということで、今日のマイコの様子でした。以上。